あ、ここは？サンサンロード、どうやら今度は偽物じゃなさそうだな。ああ、なんとか戻ってこられたみてえだ。正真正銘、俺たちの森宮に。それじゃあ。ああ、夕闇は今度こそ完全に消滅したようだ。時空間の崩壊もなんとか食い止められたみたいですね。乱された因果も緩やかに正されていくはずです。はあ、やれやれ、いろいろあったけど、ひとまず一件落着と言ってもいいみたいだね。お疲れ様、みんな。ありがとう、こうちゃん、ヒイラギさんや。私、やっぱりみんなについていけてよかった気がする。そうか。よかったね、しおり。あ、いたいた。なんだ君たち、遅かったじゃないか。あ、ミクリアさん、スピカの皆さんも。ふん、一体どこに行ってたんだい。揃って待ち合わせに遅れるとは。リオンも休憩に出てって全然帰ってこないんだから。もう7時ですよ、そろそろステージの準備をしないと。え、まだ7時？僕らが消えて1時間くらいしか経ってないってわけ？いや、どう考えても半日以上は経ってただろう。どうやら向こう側とは時間の流れ方が違ったみたいですね。そうなんだ。ん？何の話？なんだか仮装してる子までいるみたいだし、友達とおしゃべりするのはいいけど、ステージには遅れずに来なさいよね。了解。せっかくの千秋祭だ、君たちも存分に楽しんでいきたまえ。とりあえず俺たちも一旦解散するか。ですね、みんなの様子も確かめたいですし。あ、そういえば姉さんも来るって言ってたっけ。僕は着替えてきた方がいいかもしれないな。そうだね、ちょっと悪目立ちしてるかも。ま、せっかく取り戻した夜だ、存分に楽しむといいだろう。それじゃあ行くとしましょうか。また後でね、こうちゃん。ああ。
国は、もう10年前、僕が、どうして、生まれたのかすら。たく、最後の最後に、気になることを言い残しやがって。どうしたんだよ、こう。言い出しっぺのくせに、お前は行かねえのか？リョータ。たく、何を考え込んでんだか。ほら、見てみろって。ようやく日常を取り戻したんだろうが、今それ以上のことがあんのかよ。ああ、そうだな、お前の言う通りかもしれねえ。たく、亮太のくせに生意気な。な、何を？まあいっか。ステージのイベントが始まるまでもう少しあるみてえだし、せっかくだ、お前も誰かと一緒に回ってきたらどうよ。え？お前も一人くらいいいんだろ、一緒に過ごしたい相手くらいさ。そんじゃまた後でな。誰かとって言われてもな。そういや、昼間はバイトを手伝ってもらったりもしたっけか。あん時の礼もまだだったし、何かおごるのは悪くねえかもな。誰に声をかけてみるか。よし、そんじゃあ早速。こう。ジュン、なんだ、もう着替えてきたのか。ああ、この通りさ。これで僕もようやく肩の荷が下りた気がしたかな。改めてお疲れだ。せっかくだ、このままちょっと回ってみねえか。え、僕と？いいの？他にも誘いたい人はいるだろうに。ま、たまにはいいだろう。男同士なら気が楽っつうか。亮太は行っちまったし、純には昼間の礼もしねえとな。そっか、わかったよ。それじゃあせっかくだからコウに案内してもらおうかな。ああ、任せとけ。早速行くとしようぜ。
なあ君、こんなところでどうかしたのか。もし誰かとはぐれたんなら。待ってたよ、お兄さん。まさかお前、霊夢か。こんばんは。久しぶりだね、お兄さん。お兄さんは初めましてかな。そうか、君が温泉ではニアミスしてたみたいだけど、もう森宮から離れていたんじゃ。ああ、そうだったんだけど、さすがに見過ごせなくてね。どうやら無事に戻ってこられたみたいだね。ああ。ちょっと場所を移そうか。ここは少しの間空間を閉じさせてもらったよ。ここなら静かに話せるかな。はあ、さすがは異界の子、話に聞いていた以上だね。たく、神出鬼没にも程があるだろう。そういえば最初に俺を起こしてくれた声も。一応礼は言っとくぜ。逆に言えばあれくらいの干渉しかできなかったんだけどね。どうなることかと思ったけど、なんとか収拾がついてよかったよ。どうやら一部始終を見ていたみたいだね。レム、お前は当然わかってるってわけか。あの時夕闇の使徒が言っていた言葉の意味が。どうして東京迷彩が起きたのか。そもそも夕闇の使徒がなんで東京に現れたのかも。もちろん僕は観測者だからね。全ては起こるべくして起こった。箱の出現と同じくね。今言えることはそれだけだ。そうか。観測者か。今回の因果は僕にすら予期しえなかったものだ。もしかすると本当の意味で何かが始まりつつあるのかもしれないね。この地でなのか、あるいはどこか別の地である可能性もあるけれど。あ、まさか。いずれにせよ再び選択の時が来るだろう。その時
君たちが、人が一体何を選び取るのか、これからも見守らせてもらうよ。答えが出るその日までね。行っちまった。みてえだな。あれが異界の国家。はあ、ずいぶん思わせぶりだったね。ああ。何かが始まりつつある、か。これも種の導きなのかな。僕の使命もまだ終わりじゃないのかもしれないね。ジュン、それを言うなら僕たちのだろ。あ、確かにこれからいろいろあるのかもしれねえ。でもここまで俺たちはみんなで力を合わせてなんとか乗り越えてきた。立場も勢力も関係なく、きっとこれからも同じじゃねえか。うん、そうだね。コウの言う通りだ。僕としたことがちょっと水臭かったかな。お言葉に甘えてこれからもよろしくね、コウ。ああ、当たり前だぜ。おーい、二人とも。そんなところで何やってんだっつの。そろそろステージが始まっちまうぜ。おう、今行く。レディース&ジェントルマン、お待たせしたね、諸君。森宮青春祭2015特設ステージ、いよいよ開幕だよ。